すごいことが起きちゃう、これ。え、さらに俺おかわりしていいの？プラスアルファだもんね。マジ？はい、おはようございます。抽選参加人数が500名様打ち切り。早かったね、今日もね。なんで坊主なの？え、なんで坊主なの？お前もだろう。全員坊主だよ。全員坊主だよ。海坊主だよ、もめんな。え、知らん、海坊主って。知ってるよ。アスファルトタイヤ気付けながら来たよ。来てないや、よたよた歩きで来てるよ。You are my special チュル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 。もう500名様で打ち切ってるから、むしろ簡単よ。せーの、はい。わあ、もうなんか中途半端。またこれ中途半端な。コンビニに行って入場しましょう。はい。はい、入場でございます。もうしっかりフロアマップでね、確認しております。まあ、こういうことを怠らないのが本物のパチスロ YouTuber。全部頭に入っております。頑張ります。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。北斗は余裕だな。もう打つ台決めております。狙い台決まっております。あ、モンキー埋まってるね。もう初打ち決めちまうか。角の吉宗ライジング空いてるんで、これ行きたいと思います。よろしくお願いします。モンキーターン埋まってるか。さて参りましょうか。354番、行きましょう。お願いします。え、病院展開してる。ワロさんが今領域展開してた。ハゲおる。遊んでる場合ちゃうねん。もうこの辺しか空いてなかった。わからん台やけど、ちょっと打つわ。頑張ってみます。半歩ずれていただいてよろしいでしょうか。その領域展開する前に半歩。セブンズ TV をご覧の皆さん、東西アイドルの島です。セブンズ TV メンバー、ミスターゴチワリワロスです。はい、というわけで本日は福岡県博多駅の近所のお店さんにてゴチモリゴチモリ。今回の企画はメンバー2人で行うゆるい出玉バトル。勝った方が負けた方に飯をおごる。でもどっちもマイナスなら負けた方がおごる。勝っても負けてもいっぱい食えよ。抽選参加人数が500人で打ち切りと、はい。まあ、ワロさんの方が抽選番号良かったから、はい、ワロさんから番号と取った機種お願いします。はい、で私が500人中155番を引きまして、うん、朝一取った機種は吉宗ライジング。うわー、いいね。しかも角やったもんな。うん、もう入った瞬間に領域展開されて俺わけわからんこと。芝生くんもね、朝領域展開できないかなって思ったけどね、うん、朝ねピシャーってキロ入ってからね、改造人間土壇場でね領域展開覚えたからすごいよ。やっぱりね、成長し続けてるからね。真人じゃなくて、いや、俺らしか楽しくない。そうね、そうね。で、はい、ライジングを取りました。はい、はい、いい機種ですね、はい。よかったです、ワロさんがそういう機種取ってくれて。僕がね、354番、サゴシ、うん、で、入ったんやけど、まあもう目星機種空いてなかった。バラエティもちょっと 6.12 号機とか、そんなんばっかり。429台で、25台はこすらないよ、うん、で、結構ジャグラーもあるから、うん、そうするとかなり絞られるんだよな。そうそう、とりあえず空いてる機種を打とうと思って、はい、取ったんが、はい、ナイツ。渋いね。渋いよ。初めて打つから全然分からない。ちょっとライジング俺頑張らって。ライジングちょっとワロさん頑張っていただいて、うん、まあ飯をね食べるって企画やから、あの絵面はねワロさんに任したけど。硬く、うん、硬くね。ちょっと風がねすごいです。風がすごいな。風がすごいね、俺はちょっと展開してるからお前。ワロさんでも風系っていうより土系っぽいもん。失礼や。お前も土っぽいわ。でところで、まあ、今回のゴチモリなんですけれども、はい、我々ね、はい、明日もゴチモリありまして、うん、まあ、移動するんよね、うん、ここからね。名古屋。そうだね。だからまあちょっとそういうのも込み込みで、何でもいいからとりあえず、まあ、買ってうまいものをどこかで食べようっていう。あ、もう特に何も決めずに。まあ博多でもいいし、うん、名古屋でもいいと。うん。なるほど。まあできれば冬の幸なんていうものをね、こうね、ひゅって行きたいなっていう。どうやって行くの？え？必勝。なんでわかんだよ。もうなんでわかんねえやろってぐらいのね、えぐい実践をね、見せていきましょうよ。じゃあ、はい、サムネでもバレバレのえぐい実践していこうと思いますので、本日も一日ご視聴の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。大
できたからできたからオープニング、いや分からん、いやいける。はい、というわけで、ようやく打ち始めれますね。ナイツです。初打ちっすね。ノーマルタイプかしら、ちょっとわからないんでございますけれども、まあ調べながらこの台で終わるつもりはもうとないので、移動先も視野に入れつつ今日一日頑張っていこうと思います。いくよー、ドン。まあ基本リーチ目から当てる感じなんかな。そんなボナレンするような感じは書いてないんで。お、当たり。あ、ハイパーゾーンや。でこのハイパーゾーン中にボーナス成立すると全部ハイパービッグっていう一番枚数取れるやつになるっていうのはちょろっと見ましたね。いやー困ったね。みんなもあんまりナイツって言われてもピンとこないでしょう。まあね、4号機のナイツは諸先輩方はよう打たれてはったし名機って聞くけど、僕の中でやっぱ5号機の出たあのリノタイプ、あれ結構打てたんですよね。ナイツ曲めっちゃ良かったから結構それ聞き通って打ってましたね。で結構爆発力もあったし、あの機種はで一応天井が1000ゲームやったっけな。でボーナス当たるっぽいんで、とりあえず一発ぐらいはボーナス当てたいけど、どうなるやろね。俺はまったりした人生になっちゃうかもしれないね。北海道から来ました。ああ、ありがとう。いただいてもよろしいですか。はい、どうぞ。ありがとうございます。これちょっと北海道のお土産なんですけど。ありがとう、はい、いただきます。かわいいね。ありがとうございます。はい、ありがとう。大好きです。7年間続いてます。これからも頑張るんで。北海道から来てくれた方がくれた稚内市出汁の助やって、めっちゃ可愛い。昆布入ってんねんね。北海道の昆布って有名やもんね。利尻昆布とかさ、いいな。帰ってこれ料理するの楽しみ。母ちゃんも喜ぶな。やっぱ関西でやろうが関東でやろうが、まあ、もちろんここ福岡でやろうが、いろんなところからね人が遊びに来てくれはるから、なんかほんまに恵まれてるなと思いますね。ありがたい限りよ。だから面白い映像をねお届けしたいんですけど、いかんせんね、あの売ってる台は売ってる台やし、俺もちょっとよく分かってないところあるから。ボナーをとにかく当てんとね。お、当たってる？レインボーっぽくない？あ、ウィンや。びっくりした。何から、マジでわからんわ。出目が。はい、赤7です。244ゲーム、投資が9000円。とりあえず1回当てれてよかったわ。お、びっくりした。メモ書きしてたらハイパーがついたわ。これが時間差の楽しさ。まあ、とりあえずナビ通り打ち合えってことかな。で終わりかな、358枚。でもほんま唐突に大当たりの告知来たからびっくりしたな。今日ナイツ1本かこれ。ちょっとやばいぞ映像的に。まあ抽選悪かったら俺が悪いねんけど、あのリーチ目をやっぱ分かってないからそんなに面白おかしく打ててないはずなんよな今も。レインボーっぽくない？あ、ウィーン。ぼちぼち回しつつ周りも見ながらって感じしますけど、怖いね今日。いやこのまま打ち続けたらなんか負ける以上の何か大事なものを失いそうな感じがするな。ちょっと周り見てくるか。まだまだ飽きないないとは思うけど。はい、おはようございます。私セブンズ TV メンバー人間体感キワラスです。本日は福岡で芝生とのゴチ盛りで、朝一取った機種は吉宗ライジング打っていきたいと思います。ちなみにこの機種まだ今週入ったばっかり、導入4日目か5日目。もちろん初打ちやっていく。でざっくり打ち方を確認したんだけど、この姫狙いのハサミで松が転廃したら松をフォローで、基本的な当たりのケーキがゲーム数とレア子役。じゃあね、もうお客さんめっちゃ待ってるんでステッカーを配っていきたいと思います。はい、お客様の対応しとったら2万円目。もう何もなかった1万円だった。年貢のように払った1万円。おーっとっと当たらんと思ったわ。540ゲーム。あれ毎回押すのかこれ。まあ基本的にこの当たりだし、しゃもうこれで AT 確定です。うぃー、最先いいね。投資9000円。じゃあ1万9000円でした。もう結構使っちゃってる。純増枚数は 4.0 枚みたいで、基本的に初回が100枚スタート。あの簡単には調べたんだけど打たないとわからない感じだった。読解力が乏しいから、打ちながら感じながら学んでいく。はい、100枚消化です。でこの8代将軍チャレンジが引き戻しゾーンだね。じいじゃでこの15ゲーム間に10分の1を引ければ引き戻し。
大体 80% 継続らしい、まあ、これで基本的に継続させて枚数も増やしたけっていう、そういうゲーム性ね、合ってるはず。でここでねレイヤー攻略引いちゃう、ならんのかい。まあまあまあ10分の1なんて 80% だから、僕 80% のことを無限って呼んでるんで、まあ、どうせこの家紋がね光ればいいんでしょう。残り4ゲーム、うわこれ風来るんか知らんかったわ、びっくりした。残り3ゲーム危なかったわ。はいシングル、えもう1回鳴らしてもいいの。また狙うの。また風来た、何かが確定している。高狩り、鬼天まで登ろうぞ。もうこれで勝ちじゃねえか今日俺。もう何かわからないまま写真を撮りました。きっとレアでしょう。枚数上乗せ特化ゾーン3ゲームプラスアルファ、なんでも子役も引けばいいらしい。弱レア子役で300枚、強レア子役で711枚、たまらんね。いくよ、ここで勝負決めちゃおう。車いライジング、完全告知の G でいこうじゃ、やるぞ。レア子役告知あり、順押しナビがしんどいらしい。えもう次元が違うが、マジそれ、うますぎ。あ123枚もあるか、あなるほどね、押し順に対してのな、最高が321枚か。風321枚だからか、えすごくない。え すごいことが起きちゃうこれ、えさらに俺おかわりしていいの。プラスアルファだもんね、マジ。いけ、うわぁ、しょうもな、何やってんだ今のは、引かんと。675両凄まじいわ、一瞬でもうまくるんじゃねえか多分ね。一回こういうきっかけを作ってやればいいと。でこれ430分の1くらいの距離にここで引いちゃう、何も起きないはずもなく。あれやっぱそう煽ってるよねちゃんと。え何も起きない、はい、枚数見えるようにカメラの角度変えちゃいました。なんで坊主なん。はい、これがおもろいんだ。要はこのキャラに応じた押し順を出ればポイントねもらえるから。姫、うん、姫、多いよ忍者。あ次はもうどこでもいいって感じね。200でかい、まあまあ稼げた。はい、まあ、特に上乗せとかはないんだね、このポイントを貯めてけって感じだね。まあいいや、なぜ引き戻す。じいちゃん風がびっくりするんだよな、怖い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 。ウェイトなしで来るのかどうなんだ。あパネル消えとる、ありがとう、危ねえ。チャンス目確定か、次ゲームか。信頼のいい香り、うわごめん。おい3連目、
あ、こんな感じね。で810だから広角さえ入っちゃえばいけそう。あー、これ引けちゃうんか。うわ、映像も音のクオリティも上がってやがる。で最終告知かな。うわー、もうずっと切りたい。でも打たないとゴチ盛りだから。え、どこで見れてもないし飛ばしちゃったね。大失敗したね。こぼしたね。 あ、 あるわ。飛ばしたからちゃんとこういう演出でね出してくれると。びっくりした、危なかった。びっくりさせんなよ。まあね、プレミア演出見たい人は飛ばした方がいいよっていうね、教えたかった、伝えたかった。うー、危ねえ、あ、危ねえ。せっかくだから全キャラ行くか。次吉宗、赤飯たくべな、緑それ、オッケー。はい、5連目とりあえず投資分はまくりました。簡単だ、ポイントためです。ぼちぼち怖いよ。5連はうまくいきすぎ。いいね、挟むか、やってみよう。二角、わからん、リップあるわ。小さ様がね揃えてくれたわ。二角の神、明日も晴れるべな。はい、6連目やります。もうここまで貯めたら落としたくないよな。うわ、なう気持ちいい。 あ、 マジか。あ、まずい、これパネル消えとりません。もうダブル欲しいよ。姫スコアダブル、はい、シングル危なかった。残り4ゲーム、はい、7連目、はい、9連目、残り20ポイントまで来れました。頑張ろう頑張ろう、レイヤー子役。いや、ポイントたまらんわ。残り20なのにこぼせないぞ、バラス。ガチこぼせない。10連目をかけた戦い、もう決めて。ここでこぼしたらもう悔やんでも悔やみきれない。あー、これ本当やばい。残り20ポイントだぞ。もう、あわ無理。残り1ゲーム、10分の1やるぞ。青カットに遊ばないで。ドッケンドッケンドッケン、いけ、やったわ。え、ラッキー、助かりました。危ねえ。そうだよ、残り20ポイントでやってられっかっつう話。生きてる。はい、10連目気分転換で迎えました。そこにあるかもしれない。当時 MD コンポで聞いとったわ。もうここのポイントたまらんこと知ってるからさ、何を期待すればいいんだろう。強気のジージャ、あんじゃあんじゃあんじゃ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 ん。嘘だろ。え、嘘って言ってくれ。いや、やめろよやめろよ。え、終わった、あ、終わった、怖っ。やってしまいました。1500枚で終了。強気の G がやっちまったな。まだこれ消化すんのか。次は早めに頼むわ。はい、というわけで移動してまいりました、天然です。まさか空いていました。ていうか、まあ、あの呼び出し食らってた台だったんですけれども、目の前でその台が解放されたんで打ち始めるんですけど、今4スルーしてるんですよね。で、朝一から BT 入ってないんで、なんて巡り合わせ。ただ、まあ、BT がね、200ハマリ、200ハマリ、200ハマリ、300ハマリっていう、もういきなりかなりやられちゃってる感あるんで、設定はなさそうやけれども頑張っていこうと思います。この天然打ち続けていこうかなと思います。今日は
京チェリー、これは名古屋に行くっていうパターンもあるから全力で回していくし、天然何が起こるかわからんから、ほんまにリアル4万ぐらい負けてる台ですけど、この台もう全然一瞬でまくることも可能やと思うし、上位入れたらはしゃいでいきます。で京チェリー捨てチェンで当たってました。オッケー、多分京チェリーからですね。1万9000円投資は150ゲームお投食や、ラッキー。いやここで何かしら引きて879、あーもう1000人いっちゃっていいよ。はい、あ984、いやー何も引けんな、レア役は。え弱い、いけるやろ。おいしナイス、移動してきて2回目の BC でバジックスタイム確定いきます。さあもうあと総人で当て倒す、太陽役を引いてその一つのみだ。まい、もういきなりこれがラストスパートになるかもしれんからね。死へのロンドか破壊へのプレリュードか、どっちや。俺は破壊したい。おっ、まあ55やね。うん、重い、届けましょう。場所は怖い、おっついね、もらったんちゃう。あら巻物かな、いい風吹いてる。諸葛亮が風を起こすか、はい大丈夫でしょう。太陽薬以外から当てていく、そのスタイルも美しい。いいよ、いいよ、エロ、ゲンちゃんエロ、はい、明け犬撃破。おわ来た、来るか、いいよ、なんでなんでだい。はい終了、行きます。あエニシを狙うか、行こう、生きるとは食べること。やべえな、いやーやばい、これで、はい、ダメー。お、青背景が継続しましたね、ナイス。 OK、 3連目。で4戦目までいけば広角1個つくん でここが耐えどころではある。64、あ誰もついてないね。よ、いやーこれはちょっとまずいんじゃねえか、何も引けんかったな、レア役。おお、マジで、な何が起こっている、青背景やのに大丈夫やろこれは。おい、その通り。さあ4戦目まで来た、はい、お継続した、マジで初めてや。バジリスクのあの10ゲーム継続する音ごっついいよね。おい、うわマジで30ゲームや、何ゲームまで続くんやろ。おい、あさすがにいける。おぼろ様や、シナリオいいってこと。はい、恋です、恋に恋焦がれ恋に泣く、グレーの気持ち、いこう。また青かい、ずっと青やんけ。紫ナビや、このベルで当たるってことか。あ違うわ、共通ベルでした。普段はねこういう感じの出目で止まるから、やりやしたーい。はい、赤色です、ランプ。えストック持ってる結構じゃん。うわー姫紫来たー、おぼろ合格やんけー。おぼろ合格ちゃうわ、おぼろモードやったっけ、あのこれいっぱい貯めるぞ。いやかなり流れ来てるわ、はい。でこっからつながって曲流れていくっていうのかっこいいよな。はい行きました、おぼろちゃん。おい1個ゲットね、4つ取れればな。ゲンちゃんとおぼろちゃんが来んねんけど、いや取れんな、いやなんで俺初めては突入の1個だけで終わっちゃった。ほな行きますせー、あーオッケー、 A にしとこい。いや引けてない、頼むゲンちゃん立ってて。いやマジでか、おい、いや最後のゲームだ、来い。なんでやねんはい、というわけで5661枚ですね。うん、デフォルトです。いやまあしゃあない、でもまあちょっと興奮はできたからいいや。782ゲームちょっと飲まれてるよ、1100枚。やい、なんでやいって。はい、ラッシュです。出せっかな、僕に自信がない、でもやる。お初回500だ、これ貯めれる気がしないよな、広角に持ってかないと。でも100枚って純増が4枚だからもう30ゲームないよ基本的には。そこでレア子役引いて広角に勝ち上げるって結構厳しいよね。悪くないんだけど、なんだろうな、楽しい瞬間が局所的だから流行らなそうだけどな。 Yes! まあ必ずねこのキャで 80% の引き戻しゾーンがあるってところで許せってとこなのかな。
80% って終わるからな。終わるはずないよね。味覚俺 G じゃん。 G 同行、これはチャンスだね。行かそう。そういえばね、昨日芝生くんと、ね、博多だから居酒屋で飲んどったんだけど、会計するときだよね。あのカウンターにいる方、オリンピックに出るボクサーなんで、写真どうですかって言われて、おかみさんかなでね、写真撮ったんよ。2人いたね。で、写真撮ってそれインスタに上げたんで、応援してほしいわね。俺らみたいな仕掛け者はオリンピック選手と出会えないから、いやぜひ芝生君とねスパーリングしてほしかったけど、オリンピック候補生だからね、無茶はできなかったけど、そう昨日たまたまね出会ったんよ。大丈夫だよな。ラスト1ゲーム終わったわ。はい、これどうやって勝つねこれ。あーこれやばい、勝ち方が本当わかんない。235枚、なんか惜しいんだよなこの台な。ゲンちゃん来たー。うわマジか、単発です。よしナイス。6回目の B チで BT と101枚、つらいわこれ。はい151ゲーム、ワロさん待っとけよ。うわー、びっくりした。大分に住んでる友達が来た。以前ね僕がカラサー打って次の日にユニバーサルに一緒に行った友達っすね。さすがに娘ちゃんは連れてきてなかったけど、どこ見せんとあかんな。あ、いけるか、いけ玄之介。ワロさんを叩き潰します。俺がこれでプラス領域まで持って行って、俺が飯をおごる。ホテル飯になっちゃうけど、このままやったらやってやるわ。行きます、これが最後の BT になります。行きます、玄之介以外で。おーほら見てみ、これおぼろちゃんお願いね、最後のあがきさせてもらうわ。参りましょう。いっ、だからマジであれが大事っすね。一発目の OK ナイス、もうここが大事っすね、マジでマジでここが大事。おエニシを狙え、来い、熱いね。オッケー、ナイス。おいしゅうございます、岸朝子です。はいよー、参りましょう、行こうか。おー次回予告や、ナイス、かっこいいこの次回予告ね。さあ何の曲が流れるかやね。あ、ほうが忍法長っすね。エニシを狙ってけ、ここで当ててストック取ってガンガン行きたい。もう一丁、くそー、はい、強チェリー頼む、何かの間違いを起きなさい。もう一丁強チェリー、何かの間違いを起きなさい。いやー微妙、どうやないよね。いやその強チェリー1個エニシに玄関してほしい。あ、はい、あまた強チェリー引きすぎやって、当たってりゃええけど、嘘、そんなわけはないと。はい、かわいいよボロッチ、まあ継続だけかな。ああさようなら俺の高額、ここ4戦目まで持っていこう、頑張って。いや強チェリー3発持ってなかったな、なぜ。うーん OK、 黒、あ黒ちゃん赤、あれええんちゃうかこれ、俺 80% とかある。ナイス、ふー怖かった、行こう。4セット目こっから全部勝ち続けた。ええね、誰が来るかな。はい、エニシを狙ってくか、一撃必殺で決めろ。赤い、はい、よし決まり気持ちいい。この2人の戦いが一番ね悲しくもあり面白くもあった。はい、これで決まりかな。いやーこれお得やね、かなり全長長かったから。はい、いただきましたと。濃いです。いや終わるときはさっくりとやからね。お、おぼろ様、おぼろちゃん、俺に聞くな、全部家康のせい。うん、それはあのドラマ CD とかでやってました。いや、なやばい気すんねんけど。え、いや普通にやられたし、復活せえへん。はい、おいよかった、ナイスおぼろちゃん。いやこここそ継続率で何とかしたい。怖い、白、いやー普通になんかもうイエロー、気持ちでいこう、気持ちで、高画集気持ちで。いや怖いな、もう明け犬めちゃめちゃ殴ってくる、めっちゃ明け犬が殴ってくる。ゲンちゃん腕組んで立ってるだけやもん、もう棒立ちやんゲンちゃん。明け犬も明け犬ね、殴っても殴っても飛ばんからびっくりしてるやろ。今日のオリハルコンやん、えらい長い継続が。いやー微妙、頼む継続してくれ。
赤くなれ、やばい、来い、あいやマジで、はっ、くそ、いや惜しかったな。なんか悪くなさそうやったんですけどね、この辺が出てきたし、この辺が出てきたし、この辺が出てきたし、しごろや、あーやめなあかんの、ちょっと嫌やな。はい、でもまあ移動の時間とかもあるんでこれでやめます。まあ、今日特に不甲斐なかったんで、まあ、できればご飯をおごらさせてほしいんで、わらさんは僕よりも買っていただきたいと思います。僕のターンは終了です。お疲れ様でした。ありがとうございました。お願いします。そう、処刑医お願いします。うわー、なにこれ、出せよ枚数、お前これ勝てないわ。そい、オッケー、これは嬉しい。まあさっき駆け抜けてっからな、さすがにやらんと。なんか姫、あれこのタイミング、まさか来たね、これはね。え、プラス200枚でいいの、300でいいかな、そこんとこどうなのよ。超えるよ超えるよ超える、超えない、200枚だ、ラスト、最後。え、もう勝ちへのビジョンが見えないんだよな。マジかよこれ、どうしよう。この台フリーズとかあるんかな。そういえば今朝遊びに来たカップルの方、最近車買ったんですよって話してて、でナンバーも8192にしましたって、スロッター的にはね8192もう激アツだけど、こと車に関しては不吉すぎないか、自己啓示だからね。車は安全運転でお願いしますとだけ言っといたわ。なんで滑ろよ、ペロロ、オッケー、これが最後の大盤振る舞いじゃ。どうしたも8000円、絶対まくる、爆走大盤振る舞い。なんかいつからか吉宗ずっと暴走してるよね。はい、500ポイントから上に入った、ちょっと落ちたら投げないと思うわ。うん、そうだね、多分ね、前代ないと思う。なんもないよ。なるほどね、現状大丈夫と思うか。大丈夫、ちょっとゴチパート全力でやらないといけないし、ポケモンカードももう一番いいやつ当てなきゃいけないかもしれない。最悪よ今日。待って、まあ、このピンチの時に開けてくれって言われたお年玉袋、これ今開けようと思うわ、今やばいやん。ゲーター、来た、ポケモンカードやん。これってレアなんこれ、レアやね、結構ミュウツーやから。豚に真珠で僕にポケモンカードを与えてもわからないっていう。いや嬉しいんだけど、ミュウツーでした。なんやねんヒゲって。まあこれ次第だね、結果はね。ワルさん頑張って応援してるか。お頑張るぜ、頑張る。今日もおごるとかおごらへんとかじゃなくて、動画にメリハリも何もない、何もない。じゃあ頑張る、よしやるぞ。大当たりはそこにあるかもしれないぞ。あ、終わったわ。何これ、芝生来て終わりました。363枚、特級呪霊芝生、領域展開メンヘラ発動したな。天然7600枚で、こちらの方は37の56回で5300枚と、グラフもかなり綺麗ですね。でこちらの方も44の63回で5700枚と、でこちらの方も6000枚超えで、僕の左隣の方もね、別にグラフ自体はそこまで悪くなさそうなんですけど、3700枚、こちらの方のインデックス9000枚、ゲンさんは一撃で5000枚出てるっすね。仮面ライダー38の8回で4200枚、で花の刑事は17の14回で4400枚、吉宗は3200枚で、モンキーこちらの方14回初当たり取られてて、
グラフが綺麗な感じで3000枚。北斗、こちらの方ちょっと初当たり確率は出ないんですけど17回取られてます。でこちらの方は11回で3600枚。こちらの方も綺麗に右肩上がりで5000枚超え。で隣の方は16回初当たり取られてて綺麗に上がってて2200枚と。こちらの方は12回でグラフプラスっすね。3000枚。ちょっと枚数わかんないですけれども、天下フルが128の18回、17の16回、108分の1のゲッターで、こちらの方の花火は22の9回で132分の1、16の10回で139分の1、19の9回で102分の1、クラクレが12の11回で137分の1で、こちらの方が21の12回で127分の1と。でバルブレイブのコーナー、こちらの方が万枚超えで、隣の方が9600枚、さらにその隣の方は15000枚、こちらの方は7000枚、4300枚、5000枚超え、5900枚ですね、8400枚で、さらに隣の方も今5000枚持ち、83の4回で16984枚、009です。213の9回で12800枚。バイオビレッジ48の6回初当たりで3500枚、こっちのカラクリサーカスが50の13回で9300枚、66の11回で5800枚で、筋肉マンは10回初当たり取られてて5400枚で、ギアス3が22の29回で上に3箱ありますね。乙女はこちらの方が綺麗に右肩に上がっていらっしゃいますね。25の13回で2300枚で、隣の方もそんな感じかな。27の17回で2900枚、こちらの方が25の18回で7700枚で、ゴージャグが18の17回で120分の1、17の23回103分の1のゴージャグ、ファンキーが25の14回で128分の1、15の21回で122分の1、18の15回117分の1のハッピー、23の16回97分の1のハッピー、16の15回109分の1のアイム、13の17回118分の1のアイム、25の11回104分の1のマイジャグっすね。以上です。この後はワルさんと一緒に何かしら食べに行こうと思います。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。というわけでね、博多駅の近くでの店舗さんでの実践を終えて、はい、結果発表と、はい、行きましょうか。なんか催しが行われてるな、なんかやってるんだよ、こういうふうにね。このね、空気に負けないように我々の結果発表していきましょう、はい。私、ナイツスタートの天税投資が29,1334枚で、回収が810枚によってマイナス524枚となりました。まあ、荒いな。荒い。なるほど。そう、でかからすいません、負けました。わかりました。はい、で私がね、はい、信頼の吉宗、ね、打ち切りまして、うん、投資38,000円。わー、いったね。回収385枚、よってマイナス1363枚。負けちゃったね。負けたね。なので僕のおごりだね。いや、ワルさんごちそうさまです、はい。まあ、いつもね、まあ、おごってもらってるんで。いやいや、別にいいっすよ。ただね、うん、ちょっとお店に行く時間がないのね、難しいから、ね、この後名古屋向かって、うん、ビジネスホテルのごちもり。あ、これはこれで魅力。いいでしょ。いいよ。参考にしてほしいね。うん、ビジネスホテル、福岡から名古屋行った時のビジネスホテルの飯はこれだ。福岡から名古屋の出張の人に届けたいごちもり。うん、もうすごい狭い行ったね。なんやったらその人たち下手し飛行機使うからな。俺たちなんで新幹線なん。じゃあとりあえずこの後は、名古屋のビジネスホテルでお祝いしましょう。はい、はい、やちゅー。おー、もう美味しいよ。はい、到着と。いやー、長かったね。長かったね。3時間20分かな、うん、まあ、チビチビ飲みながら来たけど、ね、もう名古屋寒すぎて酔い抜けました。いや、完全にね。でもね、あの勝ったやついきなり落としていや、もうまだ酔ってる、やっぱり、うん、まだあかんかもしれない。木のやり合いすぎちゃってる。これピシャーなかもしれない。いや、怖いね。一応今回はね、うん、博多駅で買ってみました、うん。まあ、だから逆だね、うん、名古屋の人が博多に、うん、で、なんで買うのっていう、そういうね、そういう出張なんだね。うん、そうね。で、僕らね、もう、ビジホクローパーのね、低氷期からボールをいっぱい持ってきました。そう。こんなこと洗った方がいいんだけど、うん、気にしません、ね、僕は。いや、行っちゃったね。ホテルを信じてるから。いや、まあね。じゃあ、先に乾杯しないで。うん。じゃあ、ワルさん、お疲れ様でした。はい、乾杯。乾杯、ありがとう。爆弾みたいな。え、ワルさん、首打たれた。お兄ちゃんや、今から俺はお兄ちゃんも追行する。じゃあ一品目いこうか。お兄ちゃんお願い。こちらです。はい、元祖博多明太重。これね、すごい美味しいね。なんか島福くんがね、おすすめしてくれて、食べたことはないんだよね。うん、すごい美味しい。購入から4時間以内に食べてくださいっていう、そうね、そういう弁当で、だからね、うん、博多から名古屋が3時間20分くらいだから、うん、あと40分もないんだよ。シャワーとか風呂とか入っちゃうと、うん、もう間に合わないから、急遽、はい、これギリギリ間に合うんで、うん、めちゃくちゃシンプル。え、そういうことなの。そう、
で、この明太子が昆布巻きになってて、最初はこのまま食べて、後半はこのタレ、明太子のタレを使って食べてくださいみたいな。へぇー、でもそれいっちゃう？いっちゃうよ、いっちゃってもいいのかい。いいよ、うん、じゃあ、いただきます。似合うな、のり弁が。なんかなくすのがもったいないね。明太子がとろっとしてて、塩味よりも旨味がぶちかましてるね。かましげいこ、ぶちかましげいこ。あのホテルなんで、あの大きな声はぶちかましていただきます。いや、無論味もうまいけど、うん、舌触り、うん、歯触りもうわからないけど、うん、違うね、全然。もう食った瞬間に分かる、うん、あ、いつもと違う明太ってなんかね、ほろ、うん、って崩れるよな、うん、これ贅沢だな、うん、だからさ、福岡収録行くやん、うん、帰り買おうもって行くんよ、うん、大体売り切れてるこれ。あ、そうなんだ、うん、で、俺このタレやっちゃおうかな。あ、普通のお醤油みたいなタレ、うん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 、よりなんか甘みが引き立たれてるような気がする。正直分からんけどただうまいのはうまい、うん、さらにちょっと味変になるから。で、これね、俺ら持って帰っちゃってるから冷たいんだけど、うん、実際あったかい米で来るんだよね、うん、うん、新幹線で食ったらこれ相当うまいぞ。次いいですか。あ、まだそうね、なんで今慌てたかというと、うん、ご飯ね、うん、なくなっちゃうじゃん、これじゃ。そうやね。あ、もしかして唐揚げとヤンニョムチキン。うわぁ、もう冬のそなたやん。ヤンニョム、ヤンニョム、いや、韓国のやつかな。そう、ちょっとなんか甘い、甘辛いタレ、おいしい、うまい。じゃあ、わらさんヤンニョムいったから俺普通のちょっとやつ唐揚げいこうかな。あ、しっとり系やね。しっかりした味っていうところ、うまいよ、うまい、うん、ビジホでスーパードライ飲んでる感じが、うん、めっちゃいいわ。なんか、出張した住職って感じ。ちょっと俺のこと住職に従ってる。ちょっと住職に従う。住職側だもん。マジで。住職って日本金持ってんじゃん。体の感じもなんかね。信仰会社だね。あの、クソ性欲の強い住職。ずっとエレゴ考えながら人工番号、人工番号、パチンコ番号。マジで殺されちゃうよ。いや、もう殺されるよ、お前。住職ないから人が殺すぎだよ。俺一言も言ってないよ。博多、かなり東京に近いぐらい弁当の種類とかも多いね。あ、そうだね。うん、スタッフ結構買うんだよな、使用液の弁当とかね。うん、買う買う買う。お土産とかも買うからね。うん、マジ、芝生に聞いた方がいいよ。うん、どこどこ行くんですけど、芝生さん何買ったらいいですかって聞いた方がいいよ。まあでも使用液だけやけどな、東京、うん、神奈川、まあ名古屋、大阪、あとまあ福岡やね。東京駅は死ぬほど悔しいからね。うん、悔しい。悔しい、間違えた。あれ海の駅は死ぬほど悔しい。でも、それは合ってると思う。芝君は大阪大好きだから、うん、基本的に大阪推しなんだけど、うん、東京駅のご飯のところ、うん、すごいのよ。地下のところ の惣菜屋さんじゃないけど、いろんなところがね、あるところと、東北の方行く方の新幹線の前に、うん、もう駅弁ばっかり売ってる、俺が言った。ああ、のり弁があるとか。そうそう。ここにあるのり弁、海、山、あと畑っていう3種類の。のり弁乗ってるけど、そこののり弁はね、ぜひ食べてほしい。あれ多分ね、俺人生で出会ったのり弁の中でね、一番うまいね。いや、うまいよね。あれほんまにうまい。で、この間、俺畑が一番好きやねんけどさ、ゆとりくんに、俺畑めっちゃ好きやから畑食べてほしいねってゆとりくんに言って、そしたらゆとりくん畑食べたらしいのよ。どうやったって言って、聞くや、聞いたら、まんまやった。俺は海が好きだな。海は、それ一番海がうまいよって。うん、うん、で、別になんかそれっぽく言ってくれたらよかったけど、うん、でも島君がね、うってまだ重力が上がってまだまだ笑ってて。 You are my special。 俺はね、でもね、うん、崎陽軒のシウマイ弁当が圧倒的に好きだからね。いや、まあ、宗教的に好きだわ。いや、あれはね、完成されてるよ。だから俺はもう新幹線乗りながらどこの景色を見ながら食うか、その領域達してる。俺はもうやばいね。俺はもうね、新幹線乗るやん、東京駅で乗り弁買います、うん、品川に着くのに何だっけね。マジで、うん、あんま乗らない人わからないと思うけど、うん、東京駅から品川って、うん、マジ10分ないからね、うん。楽しんでないやん、別に駅弁楽しんでないやん。うまいなと思って。ヤンニョム終わりました。ヤンニョムうまかった。スバック、今腹何分？あ、5。そうだよね、うん、まだあります。え、博多と言ったらこれでしょ。あ、焼き鯖明太寿司。うわ、すごい。もうどんどんプリン体食べてよ。
こいつ脱がしていい？いい、脱がしちゃっていいよ。ごめん、イケボでごめん。かっこいいな。もう今ワロちゃんファンみんなもう濡れ濡れやで。スケベな紐だ。冷えな。おお、すごっ、めっちゃサバ、うん、なんかね、うん、全体的にびしょびしょないよ。ダメだろ。お前濡れてんじゃねえか。いや、できん、もうね、そういう作品やん。びっちょびちょ、この感じ分かる、うん、これ見て、これ指やめ、指やめ。俺ちょっと先いっちゃっていい？いいよ。あ、なるほど、こういう風になってんだ。こんな感じ。お、綺麗、美しいっす。いただきます。はい。サバと麺鯛を寿司にしたら大体こんな味じゃんって想像できるじゃん。うん、2倍うまい。あ、マジで。これね、普通の寿司の米じゃないわ。あ、もうこれ専用にしてあるわ。一体感えぐいよ。パチンコのリーチだったら星 4.5。 あ、強い。ほぼ当たらんなみたいな。まあまあ当たるね。これマジうまいわ。ビビる。俺もお呼ばれしようかな。エロしょ、なんでエロいんだよ。なんでエロい断面なんだよ。えぐいよ。うまくない注釈で動物109個目の煩悩が出来上がってる。やばこれ、うまっ。九州うまいも多いな。多い。最初はね、毎回前乗りでさ、うん、酔っ払って二日になるわな。そうやね、なんか、うん、だって昨日芝生の部屋で飲みましたって話したよね。うん、芝生無事に踊っとったのに。マジでバーって笑いながら、バーって頭痛い。通りでな、ちょっと記憶が曖昧なところいっぱいあってんけど、そういうことか。不審だって。本当に少し酔ってる時の方が飯うまいんだよな。まあ、雰囲気に酔うのもあるけど、うん、舌だけじゃないじゃん、飯って。うん、五感に入るものが五感で食うからさ、うん、何も何気が五感で食うって。さっきもね、チンポが出してるのに、ぐわーチンポ最高グーって危ない痛いってやったのに、何、ね、ご飯は五感で食うから、きっしょ。なんでわかんだよ。って言った。本家の事実より好き。やっぱ飯うまいところの人たちって酒強いんやなと思うよな。だから飯にね、一番合うものって考えると、やっぱ酒になってくるのかもしれない。それ知っちゃった人間他にいる？え、住職が一番大事だよ。まあやっぱりあの煩悩の塊にどっちゅうじゃん。バケモンいねうまいのお酒が一番好きです。バケモンいね、こんなエロ住職がね。まだあるんです、実は。何が？もう腹パンだと思う。腹パン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 、住職お腹いっぱい。こればっかりは、住所がもう別腹だと思う、うん、マジで。あ、出た博多通りもん、しかもちょうどいいサイズ感のやつ。やば。なんかね、通りもんってどこでも販売できるわけじゃなくて、決められた店ないといけないらしくて。あ、そうなんやね。だからね、簡単に手に入らないの、うん、この袋いいやつや、ね、うん、ちょうどいい。ちょうどいい。酒ないけど、まだ買いに行く？うん、買いに行くわ、ちょっと。本当は飲めないじゃん。もう本当は飲めない。住所が本音を言ってほしい。もう飲めない。入りに行くぞ、住所君。もう飲めたくない。お酒いらない。うわー、しまっていらない。もう住所君入っちゃった、これゾーン入っちゃった。これ、通り魔。まんじゅうなんだけど、糖度がえぐい。もうバグるぐらい甘い。1個あたりの、だって熱量115キロカロリー。熱量、あの、カロリーを熱量っていう人間いる。急に食いたい。熱量115キロカロリー。じゃあ、ちょっとね、こんだけ悪さにしてもらったし、展開もね、俺もあんまり良くなかったから、ちょっと1個やりたいことがあってさ。来る領域展開。カメラで分からんところさ、もうパンツを脱がすムーブやめてくれ。じゃないよ、あれさ、もうやっぱ正月俺たちやって。マジ？ポケモンガーッ！もらったんだ。もらった。しかもこれね、後ろにね、これやつ、これやつ回すの、うまい。マジ？え、じゃあもう転売できないようにしてるんだ。そうそうそう。だからね、こいつをね、開封しようかなって。ここで投資分も動画の撮れ高も回収するしかない。ただこれね、視聴者に俺言った方がいいよ。ありがとう。でもその視聴者さんも何もなかったら開けてくださいって。ああ、そうそうそう。だからもうグラグじゃん今からね、ワルさん。はい、このポケモンカードハイクラスパックシャイニートレジャー EX 向いてエグいや。
そんなハサミとかね、うん、メイン用なものはないから、今度ね、この急所を狙ってこう上げていく。あー懐かしい、そんな感じでやってた昔。で、ちょっと半開きにしといて、今日スリーブも持ってきてないから、うん、ここに戻して、あっ、なるほどね、ネイティを、あっ、もうキラッとしたの、え、謎の草、はい、オンバット、スコビランの全然可愛くない、絶対安いなこれ、うん、このね、ポケモンね、普通にね、あの使ってたよ。マジ、うん、はい、ハッサム。お、ハッサムってあの、そうやね、あの金銀で酔ったやつ、ね、うん、ストライクの進化系やね。ストライクって進化するか、進化する。あ、ネイティオのちょっとキラッとするやつ。お、これはいいじゃない、リンルーのダブルレア。あ、でも多分そんな注目の結果はこの後すぐゼロ5、50 安い、うん、本当に長かった。あー、なんじゃもんは出たんやけど、普通のノーマルのサポートや、ね、え、これの中でキラがいいわけ。これの SAR が、まあ、一番この、まあ、買い取る価格が一応高いとは言われていますね。これでガチでなんじゃも出たらすごいよね。やばい、最近のポケモン。あ、キラ来たで。あ、ソウルブレイズですね。うん、次スターミン知ってる。ほい、あ、うん、かわいい、ニャオハ S、 チーカーみたい。うん、ニャオハはいいね。え、S ってなんだ、 S ってなんだ、ワンチャンレアだよね。ワンチャンレア。お、そしてダブルレアのオンバーン。多分これニャオハはちょっとレアなんじゃないかな。え、キャラが人気やん。うんうん、ニャオハレリーフみたいな感じになってる。お、マスカー、お、 SSR だ。おーらら、かわいいね、キラキラしよう。普通に俺マスカーネ自体が最初に選んで御三家のポケモンの最終進化、うん、思い入れだからね。うん、嬉しい。ギャー、これはダメだー。キラフロールのダブルレアです。いやー、まあでもいただきもんやから ね、 そうだね、大事に保管して大阪まで持って帰ってスリーブに入れてコレクションに。ごちそうさま。いやでもアナさん、今日はありがとう。お酒からご飯からデザートまで用意してもらって美味しかったです。ありがとうございました。本当にもう正直思った以上に値段いきました、うん、で、だからね、ポケモンカードをむくっていうイベントがあったから、うん、まあまあまあ、なんかそのトータルするといいお金の使い方をしたなって思ったわ。いやー、もう広いね。もうそれにずっとおんぶに抱っこおんぶに抱っこ、後ろがちょっと怖くする。いや、栄養住職が。いや、お前、まあ、といったわけで、今回のビジネスホテルごちもり今日も動画がおもろかったなって、ちょっと実践内容しょっぱかったけれども、まあよく頑張ったなって思ってくれたら動画にグッと、そしていつものごちパート、あ、いや、ビジネスホテルの飲みも結構楽しそうやなって、ちょっと真似してみよう、お店以外でのごち盛りも楽しみにしてるよっていうお気持ちございました。チャンネル登録をよろしくお願いします。あと我々ね、 X とか SNS 等々やってますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。はい、といったわけでね、食事時間も最高に楽しんじゃ、そんな我らセブンズ TV のスケジュールがこちら。来てくれた方には領域展開ステッカーお配りしております。ぜひもらいに来てください。エロ住職じゃないぜ。やばい、やばい、何やねん。最後お前領域展開したから、もう俺の領域に押し潰される。俺が領域展開する。領域展開するんだったらもうこうなってくるから。いいの俺の領域順位なしでいけんのお前。いや、もうチンポが順位。これからもね、ごちもりとうとうとかいっぱい頑張っていきますんで、何卒5000円の方よろしくお願いします。それではまた近々セブンズ TV の動画上がると思います。こちらもよろしくお願いします。本日はご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。おやすみなさーい。どうせ病院のぶつかり合いだ。あ、チンポネタ封印させてくれや。五条じゃなくてチンポ封印してくれ。ほんまに。